今から政府開発援助等に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。去る5月15日、竹内真嗣君、三浦信弘君、山添拓君、福島瑞穂君、自見花子君および新藤兼彦君が委員を辞任され、その補欠として里見隆二君、山本かなえ君、井上聡君、又市誠二君、石井純一君および大家聡君が選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動に伴い、現在理事が1名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、先例により委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと思います。それでは理事に里見隆二君を指名いたします。継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。政府開発援助等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用決定いたします。なお要求書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用決定いたします。この際一言ご挨拶を申し上げます。今期国会におきましては、理事をはじめ委員の皆様方には委員会の運営に当たりまして、ご協力いただきまして誠にありがとうございました。本年は参議院選挙が行われる年でございます。選挙に臨まれる先生方にはご健闘をお祈り申し上げますとともに、これを機にご勇退される先生方にはご健康に留意され、ますますご活躍されますことをお祈り申し上げまして、ご挨拶といたします。本日はこれにて散会をいたします。